どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3やっていきましょう。それでは、前回の続きですね、追い詰められた詩人ということで、奇襲の現場でゾルダンと会うと、合流しに行きましょう。さあ、ついにダンディリオンと、という感じかな。取れるものは取っていきながらと。さあ、奇襲だね。なさきか。あそこはちょっと暴力ばかりだ。死が蔓延して。命令は命令だ。戻れ。またか。他の連中と一緒にうちに帰れ。どうかご慈悲よ。他に行くところがないんだ。ノビクラドへ行くか死ぬかなんだ。お前らにはうんざりだ。失せろ。串刺しにするぞ。どういうこと？まあ分かんない。通してやれ。必死なようだ。通してやれ。何の害もないはずだ。まったく何回言えばいいんだ。通行証を見せない者は追い返せとの命令だ。避難民たちを通らせろ。もちろんです。まあね、変に争わない方が良かったりもするからね。ありがとう。帰る場所はなかった。ノビクラドで新しい生活を送るんだ。カイドは避けろ。また巡回部隊に出くわすぞ。もうあんなのはごめんだ。冬のノウサギみたいに用心するよ。だがあんたは俺たちと違ってすごい男だな。クルックバック丘陵の墓で眠る英雄みたいだ。英雄か。墓は丘の中腹の洞窟だ。ダウンウォレンはその丘の麓にある。伝説じゃ中には驚くほどの財宝が眠ってるらしい。あんたなら何か見つけられるかもな。マジか。めっちゃそれ気になるんだけど。お宝ね。まあ情報をやって聞くとっていうことなんだよね。さて今の話はどこだ。中腹ね。いや結構見つけるの大変そうやな。まあとりあえず行きますか。さあこっちだね。そっか、クエストで今の出てないかな。いや特にはトレジャーでっていうわけではないか。お、ロッチー。さあ、行こう。さあ、久しぶりだね、ロッチー。しか。ちょっと待った、この辺りか。ロージ、走れ。よっくり。違う、降りる降りる。さあ、ドワーフ。はい、ありがとう。すまんね。さて、意外とアイテムが取れない。この辺りにもあると。モーリーアロー。この辺りかな。いるね。さあゾルダン、準備は良さそうだな。ああ、奴らの姿が見えたら道を塞いで、必要があれば戦う。それからなあ、どっから見ても素晴らしい作戦だと思うし、喜んで手伝うが、それに今さら聖人君しぶるつもりもない。でもな、ドップラーがいるんだから、もっと単純に単にダンデリオンを釈放すればよかったんじゃないのか。そうか、そうなんだよね。箱なんか釈放しろが不自然すぎるもんね。確かにね、それは怪しすぎる。怪しすぎる。メンジが姿を消し、顔に傷を作って戻り、ダンディリオンを解放しろと言い出すんだぞ。
確かにそうだな。プリシラか、ここで何をしている？子供がドゥードゥからの伝言を持ってきたの。夜明けに輸送隊が立つって。一緒にいていい？家でじっと待ってるだけなんて嫌。ダンデリオのことだし。恐れるな乙女よ。そのたおやかな背中は我らの守護のもとに。くそ、女性がいると私的な言い回しがうまくいかねえ。町に戻れ。お願い、邪魔しないから。おい、ゲラルト、いいじゃないか。いさせてやれよ。彼女の顔を見ろ。目に涙をためて、まるで一通の子犬だ。そうなんだけど、いや、ここはちょっと逆に危険だよね。彼女がいていい場所じゃない。それに何かあったら理由をダンデリオンに説明するのは俺なんだぞ。ここには私じゃなくダンデリオンを助けに来たんでしょ。自分のことは自分でできるわ。それならいい。だが忘れるな。分かってるわ。戦闘が始まったらすぐ避難する。今はまだ何も始まってないけどな。何か始まる気配すらないし。それじゃ、グエントでもやらない？やるんか。そうだね、グエントね、やるか。よし、やるか。ただね、カードがそもそも俺揃ってないんで。ねえ。さあ、そういうというかね。冬将軍、領地。宝石ね。まあ、サージ賞は。冬将軍ちょっと入れますか。さあ相手のターン。さあ U2。士気がね3倍。でこれが投石ノーム。お互いなんだよな。戦力を下げる。全工場ユニット。微妙やな。なかなか一発で持ってきたね。僕か。さて、そしたら5、8。これが。あ、違うね。使うの間違ったね。彼にして、こちらが上になると。どうしよっかな。パス。あら、パスできないんだ。そうね、パス。あ、長押しね。はいはい、久しぶりすぎて。さあお互い、こっち5枚あっち8枚と。さあここ取りに行きたいね。さあ置いて、6、そうだね、戦力ね。そしたら
相手の戦場に設置、相手の総戦力が加算される。そしてデッキから2枚引く。カードが引けるようになるってことか。さあ相手は何を出すかな。おお、マハカムー。さあこれで14、11。15、新3、4、ちょっと2枚カードが欲しい。おお、一気に来たね。手持ち3か。これは？ディオブレン全工場。ああ、白か。ちなみに、なるほど、ノームを出すわけか。さあ、15、10。いや、どんどん出してくるね。そうだね。そうだな。まあ、使うだけ。いやー、クベントがいまいち分かってないのがあるからね。あ、使ってきたね。いや、もうパスしよっかな。こうなってくるとね。いやー、一戦目無駄に出しすぎたなー。さあ、ラウンド開始。さあ、そうだよね。相手だって。ね、相手だってね、カードないもんね。まあ、さっき無理やり出させたのはある意味正解だったね。いやー、いやー危なかった。バカな考えだったわね。無事な勝利。やりたかったのはそっちだぞ。来る！やつらが来るぞ！さあ。プリシラ、ここにいろ。行きますか。さあ、ウィッチハンターもいる感じか。連れてかれた。くそ。じゃあ早く始末して。やつ多い。ここは俺たちに任せろ。分かったけど、痕跡探したいんだけど。まず痕跡探す前にちょっとしばき上げるか。棒立ち。
危ないね、だから。さあ、あとこっち。痛い。おいおい、どれだけまた降るか。さあ、で、止めて。遠くから行きすぎたか。よし、これで証拠探しができる。どっちも終わらねえ、確かにね。さあ、ダンディリオンがあともう少しで会えると。さあ、その前に取れるものは取ってから行きますかね。いやー、採掘は戦争と似てる、どっちも終わらない。同じセリフNPC やかいね。さあ、すべて取っていくからね、売るからね、無駄にはしないからね、君たちの忍者。ここでは仕事が見つからんぞ、ウィッチャー。いや、あるよあるよ、あのアイテム拾いっていうね、大事な仕事は。さあ、あとは証拠はその上か、痕跡をね。いやー、意外とね、お金をね倒した時にしかなかなか今んとこ稼げないんでね。さあ、痕跡を追いましょう。やっとダンディリオン見つけたからね。見失った、痕跡を探さないと。足跡はこっち。あー、まあ無事だといいけどね。あ、痕跡しっかり探さないとか。ちゃんと打ってるね。ん、おー、いただきます。ちゃんと当たってたね。当たってたついでに魔物もいるね。おじけづいたか。いけ、チャイナー18。しかもレベルちょっと高めじゃん。レベル4だったらどうにかなるけど、マジか。そのレベルはちょっと高いわ。あ、ただちょっとレアな感じかな、今の手に入ったアイテムは。いいことやね。足跡、足跡はどこだ。足跡はあった。海沿いに行き、川崎先生か。重たいものを背負ってるんだ。ということは、二人か三人、誰か人を乗せてるってことやね。まあ、この辺りで、そろそろ馬が出てこないかな。俺は、やっぱ蜂の巣か。さあ、こっちで、こんな蜂蜜あるんだね。まあ、何に使うかわからないし、取れるのは取っておこう。さあ、あとはダンディリオンが無事かどうかだね、問題は。奥に入れない。じゃあこっちだね。スイカズラ。ちょっとね、錬金用でも欲しいんで。
ちの方に入ってってか。こう来て。こうだね。さあ、通っていきの、戻りの、だいぶ、くらました感じにはしてるけどね。まださっきか。さあ、内側を通って、あのあたりか。こっちだね。話はできないか。そうですよ。さて、アイテムちょうだい。永遠の炎。さあ、こっちでアイテム取って、これとこれ、OK かな。娘たちを隠せ、ウィッチャーだ。アイテム取りの。ちょっと君に話すか。誰か通らなかったか。二人組で、一人は袋みたいに蔵からぶら下がってたはずなんだが。ああ、なんだかそんなやつがかけてったよ。そこを左に曲がった。だけど運んでたのは小娘だろ。甲高い声で泣き叫んでたからな。まあ、間違いねえな。あ、そうだ。商人か。売り物を見せてくれないか。そうそう、見して見して。大したものは売ってないって感じか。まあ、一回戻るだろうなと思うんだけど、まあ特にはない感じだね。あ、売り物を見せてくれ。戻って、またな。またな。よし。左？左ね、右じゃねえか。まあ、あの人たちから見たら左か。足を引きずり始めたように見える。当たってないね。いや、意外と飛ばないね。さあ、もうこの先だね。さあ、ついにダンディリオンと。誰かが秘密を漏らしたと思うか。またび、おい、お前、ここで何してる。ハーフリングがいっぱいいるね。どうした。こっちが聞きたい。いきなりハンターが来て。小屋からわしらを締め出したんだ。言うほどの抵抗もできんかった。背の高い黒っぽい髪の男を連れていたか。ああ、喋りっぱなしのやつだろ。ああ、ダンディリオンだ。さて、あいつらはあの中にこもっているんだな。他に出入り口は。実はあるんだ。他の出入り口はどこだ。そいつはどこにある。なんで知りたいんだ。普通の地下道さ、もしもの時のための出口だよ。見知らぬ奴には使わせない。見せもしない。
それにあそこには、おい黙れ、あそこには、あそこに何かあるのか。まあでもハンターはどうにかしたいんだろ。本当か、お前にもいなくなってほしいが、まずはあいつだな。ほら鍵だ、地下室の扉が裏側にある。助かる、ありがとう。ハーフリングたちがいっぱいいたね。さあ裏から回って、できるだけあれかな、血は撒き散らさない程度にしておきますか。いやー、それかな、入り口。さあ鍵を開けた。さあ開いて。どうしてお前が変な真似をしないと信用できる。一緒に行くよ、他にどうしようもないしな。そうだろ、これを騙そうとしたら許さんぞ。お前の首なんか鶏みたいに簡単にひねれるんだ。ああ、そうしないのも知ってる。俺の死体など何の価値もない。でも生きたまま送り届ければ100個の金塊がお前のものだ。金塊が100個、間違いなくきっちり100個、それがこのレッテンホーブ磁石、ジュリアン・アルフレッド・パンクラッチの価値だ。磁石？皆にダンディリオンと呼ばれてるくせに。それは容姿まで仮の姿というやつか。身分の低い馬車を含めて出会う相手全員に素性を明かしていられると思うか。ところでこの名はもしほどいてくれれば。いい選択だ、賢いな。褒めてやろう。今は兵士長止まりでもその調子ならいつか。黙れ、何か聞こえたぞ。なんだ、おいよせ、俺にパルグスはなんて。さあまあこんだけアイテム取ってたらねそんだけアイテム取ってたらね。さあせまいね。狭い中に、はい、まったく。さあルビーを月中、まあ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 、久しぶりの再会だけどちょっと待ってね。さあじゃあダンディリオンと会話しますか。ゲラルト、おかげで全部台無しだぞ。奴を出し抜く寸前だったのに。ああまた会えたな友よ。ノビグラドで会って以来だ。あれから来い、話は後だ。プリシラか、ここで何をしてる。無事だったのね。心配したわ。ダンディリオン、この野郎、お前を追う彼女を追うのは大変だったぞ。走りに走って。遅いよ、奴らを騙す手腕を見せたかったのに。いいところでゲラルトが。ダンディリオン、聞きたいことがある。大事なことだ。シリはどこだ。シリ、ここに現れたからてっきりあの子に会っていないのか。いや、居場所は俺も知らない。そうか、シリを助けようとしたんだな。シリを助けるだが、よりによってホワソンジュニアのところへ連れて行ったのは理解できん。他に思いつかなかったんだ。時間があれば別の手を選んだかもしれんが、ワイルドハントに追われていると言っていた。ホワソンは比較的害がなさそうに思えたんだ。本当にバカなやつだ。全部聞いたんだな。怒らないでくれよ、仕方なかったんだ。計画は完璧だった。実行に移すまではまさかメンジがドゥドゥを追ってると思わないだろう。お前の計画は嫌というほど聞いた。知りたいのはシリに何があったかだ。さあ最後に会ったのはいつだ。
青銅島でホアソンの部下から逃げた時だ。青銅島に行ってはいるんだね。さあ、追い詰められた詩人はクリアと。で、今回は尻編かな。さあ、スキリッチへの旅と。いう感じだよね、使い方はね。痛い痛い、一発がでかい。さあ、自然中とこっちでいいのかな。動かない。いい動かないね。すべての門が閉鎖されてる。走るんだ。馬に乗れ、聖堂だ。おお、マジか。下行って。一発で倒せないけど、やべえな。さあ、飛んで、使わなくてもいい感じはするけど、痛いわ今のは。いやいや、痛い痛い痛い。逃げろ逃げろ。あ、君は違うんだね。すごい敵っぽい感じがしたけど、逃げ機ね、決めれて。さあ、よし、下から取る。次、まだいるか。弓兵、ここは傭兵ばかりか。やばいな、数数がやばいな。これ確実に戦ったらあかんやつやね。経験値もらえないしね。女を捕らえろ。さあ、始まったね。まずとりあえず目の前にいる敵は倒してみよう。こっちは
さあとりあえずマップはどんなかな。あ、こっちの方だったんだね。いるしね。さあグリーンがまだ溜まってなかったから使えないか。おーい、さあ馬に乗って、おーいけいけい、さあバツナが押しで、さらに奥だね。馬は置いていけ、仕方ない、もう少しで着く。降りでない、よし降りた。痛い、そりゃ卑怯じゃねえか、いきなり。ダンディリオンはいないか。さあここ開ける。広場に向かったぞ。おい、ダンディリオン、さあ一人、ああ刀が、おーすげえな、いやだいぶ尻強くなってるよね。空間移転か。そいつを捕まえろ。まあ、どっちつかず捕まる可能性が高かったけどっていうところだね。ああ、なんという冒険か。世紀の大強盗をしたと思ったら、今度は狩人の大群に追われて絶体絶命とは。素晴らしい物語だけど、自慢話はもうたくさん。さあゾルタン、ハーフリングたちにこのことを話さないようお願いしないと。この題材だけで何巻もの歌物語が書ける。飛ぶように売れるやつが。そうだな、大掛けできるぞ。そうだな、一番の見どころは馬にトウモロコシの袋みたいに乗せられてるお前の姿だ。大儲けできそうだな。その時になればわかるさ。お前は年を取るごとに気難しくなっていくな。俺は心配なんだ。シリのことか。娘を信じてやれよゲラルト。あの子の強さを知らないのか。自分の身ぐらい守れる。俺を信じろ。とにかくシリはあのヘンテコな飾り物を取り戻しに来る。それが全ての元凶だ。これか。ホアソンから奪ってきたのか。すごい、シリが喜ぶぞ。でもホアソンは激怒するな。まあ怒ることはないな。ホアソン死んだ。お前も奴の怒りを買ったってことか。まあ別に悲しむようなことじゃないさ。悪名高き男がそれにふさわしい最後を迎えたわけだ。古い友人のシゲルーベンはどうだ。もう会ってきたか。元気そうだった。そりゃそうだね、あったよね。きっと俺に腹を立てているだろうからな。この銃は何に使うんだ。から聞いていないか。それになぜこれを持ってホアソンのところに。あの子がホアソンのところへ行ったのは俺が連れて行ったからだ。
お前の思いつきだろうと思った。うるさいな。あの子が持ってた飾り物が壊れて、ポアソンはそれを直せる魔術師を知っていたんだ。それに呪いの呪文を解読できずに助けを求めてた。シリはなぜその呪いに興味を？シリはなぜその呪いに興味を？呪いをかけたかったのか、解きたかったのか、言ってなかったか？それは言いたがらなかったし、俺も無理強いしたくなかった。肝心な時に限って推しが足りないんだな。でも呪いを解きたがっていたことは確かだ。誰にかけられた呪いだ？自分自身か？いや、あの子自身が呪われてるようには見えなかった。ただとにかく急いでたな。呪いについて他に知っていることは？その呪いについて他に何か知らないか？どんなことでもいい。呪文の言葉なら。お？よく覚えてるな。ああ、エルフの言葉だった。シリが何度も暗唱してた。忘れないためだろうな。こうだ。バフェイル・エレイン・シアドミル・フォリー。グラエディフ・ドルン・アイプ・テネイド・ブンドロー・イシーヌ・イアクス。意味がわからんな。これもさっぱりだ。まあでも手がかりはっていうとこだね。他に何か言ってた？何もわからない。他に何か言ってたか？ほとんど話してくれなかった。なあゲラルト、あの子はもうケイア・モルヘンを駆け回ってた女の子じゃない。もちろん相変わらず衝動的で活発だが、最近は頑固で暗い面もある。育ての親に似たってところかな。ああ似てしまったか。シリを見つけなければ。また行方が分からなくなった。もう少しだったのに。ふん。シリはベレンからここに来たんだろう。ベレンには協力者がいた。そこに戻ったんじゃないか。それはない。シリに力を貸した男爵と話した。シリは俺とイエネファーを探してノビグラドに向かったと言っていた。イエネファーはスケリッジでシリが残した痕跡を調べてる。つまり次はスケリッジか。あ、やっぱ次スケリッジか。もう十分でしょ。今度は私がダンディリオンと話す番。それが済んだら俺が喜んで奴の相手をするさ。ローズマリー&タイムに戻ろう。ああ、今日は間違いなく大変な一日だったよ。油がたっぷり乗った肉とふわふわ枕の柔らかいベッドが恋しいね。会うのも話すのも随分久しぶりだな。近くに来たら寄って行ってくれよな。ああ、近いうちに必ずな。必ずだぞゲラルト。また会おう。今日は本当にありがとう。さあ、無事助けれたね。さあ、必死の逃亡クリア。血塗られたビッシュ。ああ、これダウンロードクエストですね。レベル34なんだよ。さあ、レベルも16に上がった。けどあの男が欲しがるかね。ダンディリオン。その、こいつを見せられて嬉しいよ。つまり、ちょっとした贈り物だ。贈り物？大祭司の肖像画か。いい絵だ。つまらないものさ。同じようなものは山ほどある。ただその絵をどこで手に入れたかは誰にも言わないでくれ。なるほどね。それでは盗作ね。大祭司。そしたらちょっとね、今気になることあって、シリがいなくなったのがこの辺りなのよね。まあこの中か、正しく言えば。まあ、この辺り、ちょっとね、見に行ってみたいなと思って、入れるかどうかちょっと別なんだけど。所持品も大量にあるしね。じゃあ、ちょっと行ってみますか。まあどっちみち、スケリッチには戻らないといけない。スケリッチと。ノビグラドには行かないといけないんでね。さあ戻ってきた。シリが追っかけられてたところを通っていくと、
まあ本当この辺りにたどり着くんだけど、取り乱し意思を探そうとしたの。免許証ご存知？さあここはさっき取ってきたところだね。めっちゃマーカーついてるけどね。いや、ここら辺まだアイテム残ってるね。倒した跡が。どういうことだ？っていうことは可能性として。まあまさかね、あの武器春ツバメとかあんのかな。さすがにないか。永遠の炎よ、真実の光で目をくらませられる。あの競技は異端だ。あの大祭司様が何を誠の信仰と認めると思うか。特にやっぱないか。いやー、もしかしたら春ツバメがある、春ツバメというか武器があるかなと思ってて、まあさすがにやっぱないよね。ただちょっとこっちになんかマークが、ハテナのマークがあったんで、お、もしかして力の場じゃん。へえ、力の場だ。じゃあスキルポイントゲットしますか。いやースキルポイントありがたい。まあそれだけでも来た甲斐はあるかな。意外とねスキルポイント見つからないんでね。そうか、ってなるとクエスト自体がだいたいクリアしてきたんで、スケリッチだね、これになるね。ワインの国からの使者とか、これもハーツストーンブラッドワインはダウンロードコンテンツなんで、そのうちしたいなというところだけど、まあ、レベル16でまだっていう感じか。イグニはこれが防御力下げる。あ、やっぱイグニの方がそれなりに強くなってくるね。でレベルも上がったしね。これが、引力10か。意外と50とかそんな感じなんだよな。あ、これは引力にしておきよう。30上がったね。いやー、色も揃えるなら揃えたいなっていうところなんだけど、いやー、まあそれにしてもやっぱ毎回思うけど、尻編は敵が強いね。まあ回復アイテムがないから縛りプレイみたいなところもあるんだけど、ダメージってか防御力が低い分めっちゃ食らうもんな。あ、切れたものね。コビンだろ。あの町に。あのハンターたち。そう。そうだね。次回は多分港からスタートする感じになるかな。この感じだと。これは何なの？だよね。多分。うん、やっぱこっちだよね。いやー、でもなかなかですな。結構シリ追っかけてきたけど、そうそうね見つからないというかね。しかもなんかどんどん巻き込まれていってる感もあるんで。で次スケリッチでしょ。まあ、スキリッチで何も起きないっていうことはないだろうし、まあでもここまで来ればほぼほぼ前半戦が終わりになるんじゃないかな。なんかそんな感じがするよね、ボリューム的にもね。我々はすでに黒の軍団に依存している。ちなみにエラスムスビーグルバッド記念ダービーだ。ビーグルバッドで急げ。
気をつけろ庶民め。立ってでも。無作法なやつだな。もっと庶民か。あら、ビックリマークついてたからなんかあるかなと思ったんだけど、特にはなさそうだね。この辺で一番安いよ。よし、ということで一旦ここでやめましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。そうだね、次回はスケリッチ編に入るかなと思うんで、船に乗ったところから始めるかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。